もう一方忘れる場合がある。どうかな。ブロック。落ち着け。これはまだ不調じゃない。ちょっとした一本で立て直せる。てかクロス打とうと思っててもストレートに打っちゃうんだ。ボクトさんの弱点その37、道は作りますので。ボクトさんを確実に乗せ、ボクト立て直しの手腕に拍手だな。これほど迷いもいらない一発目も久々だな。イーナだ。へい、ボクトさん来たな。おい、俺の一番ですよ。ヒナだ、違うことは違うって言おう。なっ、ズッキー、ズッキー、ズッキー。ただいまより。早い。今日はまだブロックに捕まってないし、別段調子が悪いこともないはず。原因はボクトさんの弱点その6、目立ちたがり。コナーさん、ボクトさんがそわそわし始めた。そろそろだ。ここはいわばセンターコートですよ。でもここで戦っているのは俺たちだけ。全員がもう一押し。それに弟子も見に来てますよ。正直ボクトさんの生態は未だよくわからない。ボクトさん、サブアリーナだから。よく見つけたな。そうですね。でももし日向が来てなかったとしてもきっかけは作ればいいです。赤足、たまには僕とスルーしてもいいんだからな。ま、復活してもらわないとまずい時もあるけど。俺が引き出せるのは僕とさんの力の一部ですし、それに絶好調の僕とさんは見ていてとても気持ちがいいですから。